おはようございます。ダイスチャンネルダイスです。今回はドラゴンクエストライバルズやっていきましょう。前回ね、ゼシカで遊んだんですけど、今回はピサロさん。怒りと絶望で覆い尽くしてやろう。魔導士デッキで行ってみます。ピサロナイトは何体出せるかな。ではでは、ゴー。私の力よろしくお願いします。見せてやろう。先制攻撃3枚。エアゾーマさんが出てるけど買えないんだ。これね、実はね、私行っちゃったんですよね。何にする。そう、別の部屋で遊んでたんですけど、ちょうどね当たっちゃいまして、アリーナさんも遊んでる時にコーダさんと当たっちゃったんですよね。この時ね、カードね引き直したんですよね。2枚引き直して、コストが高いやつしか出なかったんだよね、実は。なので急遽夫婦対決いってみましょう。まさかのなんですけどね。やるべきことは全て終わった。まさかの。で、勝とうとめちゃくちゃ奮闘してます。とりあえず毒芋虫出しとこうっていう、毒になるでしょうっていう。で、カード引いて場にいっぱい出せるようにしたかったね。私のターンだ。高校だったのでテンションは2個溜まってるし、1テンション上げて引けるっていうので、イモムシくん出てきてめっちゃ嬉しかったんですけど、まさかね、ここでね直接来るとは思わなんだ。なんてことだって思ってた。そしてここからすっごい迷って、格闘パンサーが出たので、これを出してからもう直接攻撃されたんだったら攻撃しなきゃっていう攻撃をしてます。はい。全てを無。あ、向こうはこんな手札だったんだ。死の字幕2枚もあったの。これね、気づいてなくて全く分かんなかったんですよね。このあ、マミーって思ってた。ミイラ男できてる、マミーって思ってましたね。はい。で、直接やめてって応答的な。もう払わないでよっていう風に心の中で思いながら、何のカードが来るのかをドキドキして引いてました。ここで引いたカードがキラーパンサーだったんですよ。で、そっかいける、3体以上いるしっていうのでニヤついてたんですけど、これね、足払いで直接下げて、後ろ下げてスライム狙うでしょっていうので、格闘パンサーで確かね、スライムを狙おうか迷ったんですよね。これはね、合ってたんじゃないかなって思ったんですけど、イモムシでやればよかったな、ちょっと後で反省してましたね。で、息ので止められるのをね忘れてたんですよ。普通に忘れちゃってて、ゾンビ狙えばよかったなってこの後後悔してで、仁王立ちって、私この時確か仁王立ちキャラをコストが高くて出せないかったんですよね。私のターンで、で引いてどうしようってめちゃくちゃ迷って、出せるカードから出した気がします。 MP5 どうしようって思ってるんですよね。ここでとりあえずジャガーメイジで下げてなんとかしようっていう感じです。で、あと MP2 で、で、このね、ストレートパンチを持っていて、で、テンションを上げてまでしか、あの手持ちのカードで2消費のがあれば出してたんですけど、なかったんですよね。またこれが毒に侵されて、やったぜってをちょっと思ってた。そんなん出てたんだ。だからか、何事かと思ったんですよ、ここで。まさかって。いやー痛いね、すごいやられてるよね。気合い入れてくよ。そう、気合が足りなかった。何出したっけ。ユニットのカードのコストが高かったのを覚えてるんですよね。ゾーマがいたのは気づかなかったんだな。で、やっとね、ハッサンがね、出せたんですよ。ハッサンね、一番最初から確かいたんですよね、この時。
ていう出し方をしたんですけど、相手にゾーマがいるっていうのは全く気づいてなかったです。いや、マットフィンバー出せたね。で、場が6体になって焦りまくってた。闇の束縛と、ね、前出しにされちゃったんだよね。なんで私のハッカーいいキャラ来たって思ってたんだけどな。いでよ我が血族。リバの大統来てる。痛いよ。これね、一発でハッカーがやられると本当に思ってなくて、HP9 じゃん、切り替えよ、やばいって焦っていたはず。それで仁王立ちがやっとこの辺で出てきたんじゃなかったかな。で、刺したんだよね。3、3、4、やばい負けるって思って仁王立ちを出さなきゃって思った時にガメゴンがいたんだよね。テンション上げて2枚引いたってことかな。私の技さあなくて、味わわせてあげる。なくて引いてゼロで使えるのも来ないみたいな。私のターン。相手はオールだし、いやー徐々にやられていく感じね。つらい。そうだ、ここでガメゴン君が闇の束縛ってやられたんだよ。いやピタロナイト、そうだよね。でキラーパンサーにやられ HP が5になり、気合い入れてくよ。やばい、回復系入ってないっていう風に嘆いてました。で、手持ちのカードいっぱいあるくせに、今 MP が8ですよね。高いやつが多くってどうしようか迷って、とりあえずドクロ洗いを出し、もう一体出せる方を出した気がする。うん、で仁王立ちだっていう。よし、ウォール来た、テンション上げるって終わりみたいな。全てを無入れてる手札で、低い方も結構入ってるようにデッキは揃えてたんですけど、いかんせん7以上あたりからのやつがめちゃくちゃ多くて、ゾーマさんが出てきた時にやばい、闇の衣だ、どうしよう、光の玉置かれるんだった次って思ってました。うん、これで仁王立ちなんだよね。あー、うちの仁王立ちくんがないと来いと思ったんだけど、どっちにしろダメだったんだよ。ウォールは健在していくんだっていうのを忘れてました。痛いよ、毒振りまいて終わるっていう。見てみんな毒、自分のキャラも毒。毒の効果でマドハンドはいけたんですよね、キサルマイトと。やったーって思ってたけど、手持ちカードがね、 HP5 で手持ちカードがねやばかったので、もうここはもう強いカード出そうって思って、3枚ぐらいあったカードの中で悩んだのは、とりあえずこれやらなきゃってとりあえずゾーマさんを光の玉で封印しとかないと、からやってたんだよな。あっ、10来たら HP5 で終わってしまうし、キラーパンサーだったら1残るっていう。ここは読んだんですけど、味方ユニットはプラス10強十字しかならない。この子しかいなかったんだ。これでね、ゾーマさんのみにはなったんですけど、反撃したかったんだよな、ここで。この後何が起こるのか、すごいことになりましたよ。自分でも、いでよ我が血族、こんなにいっぱい出てくるとは思わなかった。しかもカード持ってないしって思ってた。痛い一発、つらい。私のターンね。私のターンです。ゼロね。あー
投了しようかめっちゃ悩んでましたね。ただ最後までやって勝てるかもしれないっていうところにかけてます。こんな言い方言うとね、負けたんでしょみたいな感じなんですけど、頑張ったつもりだよ多分だけど、どうしても勝ちたかったんだ。何出したっけ私。2枚は引けるようにして、なんかね、あの武術カードを結構持ってたんだよね確か。で、犬に変えちゃえっていうのを使いましたね。それ!おって、それでとりあえずいけたんじゃないかって思ってたんだけど、でもよくよく考えたら5残ってるから、私の技たっぷりと合わせてあげる、どうしたらいいんだっていう引きをしました。すべてを無に。思わなかったんだな。テンション曲げられ、オールもかけられ、ゾウマにやられるっていう。いやー、はい。まさかの分解力は普通に負けちゃった。悔しい、本当に悔しい。いや、強かったですね。はい。この後はデッキカードパックを開封していきます。10パックね、プラス10。これで引いてみます。何が出たのか私も分かりません。1パック目は、おお、特にレジェンドもなし。はい、次2パック目、ゴールデンもなさそうだね。まず3パック目です。ないんだ。4パック目です。お、久々にアレジェントレア来てる。アルカナバースト、そしてレジェントレアはドラゴンガイア出てたんだ、すごい。マダンテからの7パック、スライムもカードあったんですね。初めて見たかも。私持ってなかったです。はい、8パック目はこんな感じ。次は9パック目。ゴールデンありましたね。1体。最後10パック目です。はい、こんな感じで今回はドラゴンガイア、レジェンドレアはこの一体でした。端っこの方にあるのちょっと虹色にこうキラキラっと光っているのはゴールデンカードです。まさかの夫婦対決今回はやってみました。ダイス負けてしまいましたが、うん、楽しかったです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録と高評価のボタン、コメントもお待ちしてます。それではまた、 See you!